皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日は左肘が抜けない方法をちょっとお話したいと思います。左肘こうインパクトでどうしてもこう左肘がこう抜けちゃうと、こういうタイプの人ね、これなんでなのっていうのをこれもうなかなか治らない。この肘をこう締めた状態でインパクトするというね方法、これが分かると振り遅れね、皆さんの嫌なこう右にこうすっぽ抜けるのがね一気に改善されるんで、ぜひね聞いていただけるなと思います。でまず左肘が抜ける人の特徴、振り遅れてしまう人のね、まあ、振り遅れるから肘が抜けてなんとか調整するんですけれども、どういうことかっていうと、まあ、基本的にはこう振り遅れたくないからやっぱりこう外からクラブを入れたくなるんだよね。でもこの後に左行くの分かってるんで、この後に肘抜くんですよ、行き場がなくなって。例えばこのまんま振るとどうなるかというと、もう絶対左脇締めろと、締めないとダメって言われて本当に締めるとここから左にしか行かないですよね。だからどうするかというと、こうなった瞬間、外に出た瞬間にこうやってまっすぐ合わせるんですね、調整が入ると。でその時にやばいっつってこう右に行ってしまう人が本当に多いです。なのできっちりと左の脇を締めれるかどうかが分かるとうまくいくんだけども、使い方としては左脇の締め方としては、外を向くものをちゃんと外に向かないように頑張らなきゃいけないんですね。この状態からこうやって締めていかなきゃいけない。なので構えた時にもう空いてる人がほとんど、そうするとこっちから降りてくるから、これが締まるとこう降りてくるんで、ほら内側から入ってくるね。パカッと空いちゃうとこうなるんで、やばいって言ってこうなる。だからまずこれを締めておくことが重要になってくるんですね。なのでまず左の脇に何か挟むものを入れます。そうするとクラブが内側に自然に入ってきますね。そうすると内側から入りますから、脇が締まってこう捉えやすく、肘が後ろに隠れることがないですから、ここ挟んだ状態でする打つと右に行くミスは防げます。このこれだけでもね変わってきます。なのでこれが分かるとシャフトが立つ感覚っていうのが分かるわけ。これがシャフトが立ってるの分かるね。これがシャフトが寝ちゃうとこういうふうにこういう動きが入ってるわけ。ここは寝てちゃいけないわけ。ここがシャフトが立つような使い方、脇が締まってることによってこういうふうに肘が抜けなくなってくるってことですね。でこのここが締まってくることによって、このインパクトのところをちょっと見てください。この動作がやりやすくなります。この内側から外に抜ける感じ、要するに先ほど言ったように外から降りてくると調整で肘が抜けますけど、脇が締まった状態だとこういうふうに内側からクラブが入ってもこういうふうに抜けていくわけ。でも脇が空いてる状態だとどうしてもこういう動きになってくるんで、スライスしちゃうわけね。ここが締まってると内側から外に抜けていくっていうことが言えるわけです。で、これねすごい重要なのが、肘抜けの人のもう一つ特徴としては手首固まっちゃってる人が多いんですよね。なので固まっちゃうともうこうやってグリップが固くなっちゃうと、もうリリースができないんでね、なるべくリリースをしっかりと行ってください。で、リリースの方法はね2方向ありますから、一つはこっち方向、もう一つはこっち方向ね、縦方向で。肘抜ける人はねちょっと縦方向のイメージもしてください。なんでかっていうと、こうやって横にイメージするからどうしても引っ張っちゃうわけで、ここで一度こういうふうに一度下に抜ける練習してみてください。こうやってね、こういう方向、それはここからでもいいですよ。ここからもう
こういう脇を締めたままこの縦にイメージしてこういう感じです、はい、なんかここの手首の角度を補充したままもちろん重要ですよ。でもこれはこれをやりすぎると肘が抜けちゃう場合もあるので、そういう方は一回縦にイメージしてここを抜いていくと、もちろん脇は締めたままね。そうするとこういう形、脇は締まってくるし縦にリリースすることによって肘が抜けません。これ家でねできる脇を締める練習方法をちょっと一つだけ紹介すると、まあ、これはここにクラブを置いておいて、まあクラブじゃなくてもいいです、何でも立てかけておいて自分がこうやって回る、そうするとこう締まるから、でこれで右手をこの中に入れてあげる練習と脇が締まります。この手の感じ、このここの感じが分かりますね。グッと、そうすると僕の手見てこういうふうに締まってくれるから、そうするとでこの時に手を下にリリースするとこういう動き、ちょっと脇が締まりますから、この動きをしてここでリリースできるようになるとこういうふうに。これが分かってくると非常に声で捕まる感じが出てきますから、こう綺麗に振り抜くことができます。ということでね、これ今日肘が抜ける人の、練習方法、脇を締める練習ね、振り遅れも直るし、この動きの中で大事な縦のリリース、そして、この締まることによってシャフトが立つという動作ね、この動作で実際打っています。こんな感じで、そうすると肘が抜けないでボールを捉えることができます。はい、非常に捕まったボールが打てると思います。ということで、今日はチキンウィングっていうね、皆さんがいつも悩んでいる、インパクトの瞬間の話なんで、なかなかね、確認しづらいと思うんだけど、丁寧にヘッドカバー挟んだりして練習すると、自分が弱いところ、ポトッと落ちるから、あ、この時締めなきゃいけないなって、こう筋肉のね、どこを意識しなきゃいけないかって、やっぱり何か刺激を入れないとなかなかできない、そういう練習をしていただいて、やってみると面白いと思います。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、ぜひともチャンネル登録とコメントと高評価をお願いします。チャンネル登録をお願いしますお願いします。さようなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。